昔はもっと可愛かったのに。誰が可愛かったって？ああ、香織先生に恋心を抱いてた頃の要とか。真ん中になった人は寿命が縮んでしまうんだそうな。ゆうたくんが死んじゃうよ。今夜が山なの？わかりました、僕が真ん中に行きます。誰も傷つかずにみんなで生きる方法思いついた。真ん中は寿命が縮む？それで俺誘ったのかよ。偶数になれば真ん中がなくなるもんね。これで安心して寝れますね。同じ顔が並ぶと一括りで一人分になりそうな気がする。なんか離れると落ち着いて眠れないみたい。双子って大変。俺らがな。これでいいだろ。ったく、お前らといると全然眠れねえ。あらあら、カナメくん眠れないの？真ん中は寿命が縮む。シュン、大丈夫です。せっかく大好きな香織先生がそばにいるんです。僕は大丈夫ですから。ちゃんと話し合って真ん中決めようぜ。カナメくん、そんなに僕のことを。